マヌチャオはパリ生まれのスペイン系フランス人の歌手。両親の出身国はスペインで、チャオはバスク人の母とガリシア人の父の血を引いている。政治活動家としての側面も持つ。スペイン語にフランス語、英語を主とした歌を歌っており、時折た言語で歌うこともある。初期はホットパンツのメンバーとして、活動、いくつかの音楽のスタイルやフランス語以外のスペイン語や、 英語など数種の言語を用いており、このスタイルは現在も用いている。1987年にはマヌ・ネグラを結成、1990年代半ばに分裂してからはソロ活動をしている。マヌの母はスペインの自治州バスク州ビルバオ出身で、父親のラモンはガリシア州ビラルバ出身の作家でジャーナリストである。 彼らはフランシスコ・フランコの独裁政治から逃れるためにフランスのパリへと移住した。やがてマヌが生まれるとパリから離れた郊外へと移り、マヌは幼少時代をブローニューイコールビアンクールとセーブルで過ごした。様々なアーティストや父親の知り合いから私的な感性を養った。子供の頃に聴いていた音楽は、はじめは両親が聴いていた。 スペインの音楽や南米とラテンアメリカからの音楽だった。その中でもキューバのピアニスト歌手、ボラデニエーベの大ファンだった、と本人は語っている。そういう自分自身のルーツであるスペインやスペイン語圏のラテンアメリカの音楽というものと生まれ育ったフランスのパリ島で身の回りに溢れていた英国のロックや米国のロック音楽などということなる。 文化圏の音楽に触れて育ったことが、後々の音楽活動の原点になったとも言える。ライブでパフォーマンスするチャオ。初めて加入した家の近所のバンドで、自分はベースをやっていて、ベースをやりたかったが、そのバンドで誰も歌手をやりたがらず、バンド内の力関係で、お前が、やれ、と、無理やり歌手をやらされた、のが、自分の歌手キャリアの始まりだった、と語っている。 そして、その時は、無理やりやらされて、全然ハッピーではなかったが今にして思えば、彼らに感謝している。彼らが、自分の歌手キャリアをスタートさせてくれたのだから、と。マヌは、UK ロックシーンに強く影響を受けており、とりわけ、ザクラッシュや、ドクターフィールグッドが挙げられている。1980年代半ばに、ジャオは、他のミュージシャンとスパニッシュ、イングリッシュのロカビリーグループ、 ホットパンツを結成。1984年にデモ曲マラビーダを発表。地元では大いに評価され、注目されることになった。1987年にマヌの兄弟といとことでマヌネグラを結成。小さなレーベルよりスタートする。マヌネグラの名が知られるようになる前は、パリの地下鉄駅で演奏して、生計を立てていた。パリの地下鉄の利用者はいろんな。 国出身でいろんな文化背景を持つ人たちが集まるので世界各国のいろんなジャンルの音楽を演奏できないとそういう人たちすべてを喜ばせられない。なのでそこはミュージシャンとしていろんな異なるスタイルの音楽を習得するためのパーフェクトな学校のような場所でとてもいい経験になったとマヌチャオは語っている。1988年 ホットパンツのシングルマラビーダをリワークしてリリースすると、フランスでヒットし、間もなく、バージンレコードに移り、ファーストアルバムパチャンカをリリースした。英語圏の市場では受けなかったが、オランダやイタリア、ドイツ等、一部の非英語圏では人気があった。その後、プタ、エスフィーバー、キング・オブ・ボンゴ、カーザ・バビロンというオリジナルアルバムをリリース。 その他にもライブアルバムやコンピレーションアルバム等もリリースしている。オリジナルアルバムとしてはカーザバビロンが最後のアルバムとなった。ブルックリンプロスペクト公園パリでのライブパフォーマンス。マドリッドを離れた後、マヌはラディオベンバサウンドシステムをマノネグラ出身の他のバンドメンバーと結成。メキシコのティホーアナの王やブラジルのスカンク。 アルゼンチンのトドステスムエルトスといった様々な国々のミュージシャンをフィーチャーしている。日本の東京スカパラダイスオーケストラとのコラボ楽曲もある。ありがとうございます。